92式銃機関銃は1930年代前期に開発、採用された大日本帝国陸軍の銃機関銃。射撃中の92式銃機関銃、三脚化の姿勢を高くしている。銃の右側面に打ち終わった運の補弾版が出てきている従来、帝国陸軍は第一次世界大戦頃まで銃機関銃に相当するものとして三連式機関銃を使用しており、 また当時の陸軍の機関銃に対する見識は、弾薬は6 5ト、mm、ル5 0弾を使用でき、射程も2トルあれば十分とされていた。しかし、同時期の各国の機関銃と比べると、小口径6 5ト、mm、ル弾ゆえに威力不足が目立ち、また、降射機関銃として持ち航空機を相手にした場合の射程も不足していた。一方陸軍航空部隊は、 1929年に航空機関銃である89式固定機関銃と89式旋回機関銃を開発した E 式固定機関銃の国産型、後者は11年式系機関銃の改造型で全くの別物であった。これでようやく国産の 7.7mm 級重機関銃を手に入れた陸軍は、これを陸戦用に改造して用いることを考えたが、 実現しなかった。89式旋回機関銃の転用は容易ではないと判断した陸軍は、もともと使用していた3年式機関銃をベースとし、7.7mm 台を使用できるようにした試作銃を1932年に開発。翌1933年にかけて試作実報の発射試験を繰り返しつつ、92式銃機関銃として正式採用された。 生産は1933年度に3年式機関銃の回収を816兆実施した後、翌1934年から92、式銃機関銃自体の新調を開始し157兆が竣工、以降の総生産数は約4万5千兆。当時の調達価格は2175円。96式メガネ小順具と、 重工小延期を装着した92式重機関銃。重火に運搬用の火下げンが付けられた状態開発が順調に進んだ背景には母体となった3年式機関銃が頑丈かつ大型であり、そのため後継拡大による補強や重量増加に十分耐えられる構造であったことが挙げられる。しかし、試作銃があまりに早く完成したため使用する7 7ト、mm、ル弾が まだ完成していないといった状況に陥った。頑丈堅固な三脚化と、相まって遠距離での命中精度がかなり高く、弾薬という装置、球団機構、球団方式などは三年式機関銃と同一であったが、悪波が折りたたみ式に変更され、国間の満州での使用を考え熱いミトンを、していても問題なく射撃できるよう、引き金式ではなく、親指で押す。 押し鉄式に改められた。もともと三連式の引き金は、C ー,ー式で引き金を引くと、圧管が前方へ突き出して逆張り中高を押し下げる構造であったため、押し金式に変わっても逆張り中高を押し下げる機構、そのものは共通である。三連式には安全装置がなかったが、92式では、押し鉄そのものを右に回すことでかけられる安全装置が追加されたことも、 大きな改良点であった。その他の主要な変更点は次の通り。しかし高い射撃精度と射撃持続性能を求めた結果、発射速度は何発撃ったか数えられるぐらい遅かった。また重量も改造を重ねた結果、特に空冷機関銃としては非常に重くなっている。弾丸は30発を補弾板状に並べて取り付け、これを銃の左側面から差し込んで球弾するが、 保弾板上の弾薬の数が減って、重量バランスが変わるにつれ発射速度が増す。特徴的な発射音のため、連合国の将兵からは、ウッドペッカーとも呼ばれていた。92式重機関銃に付属する96式メガネ小順具を用いる一手小順艦92式重機関銃は、本銃一丁を装備する千銃分体と弾薬分体で運用する。 4個戦銃分隊と1個弾薬分隊で1個小隊を編成し、3個小隊で1個、機関銃中隊となる。そのため1個不評小隊に対し92、式銃機関銃1丁配備に相当する。銃器の運用人員が多いことを見て、非能率と見る向きもあるが、戦銃分隊には1箱540発入りの高弾薬箱を担ぐ、弾薬種4人が随伴し、弾薬分隊は、 定数通りは8頭が運ぶなら750発入りの、おつ弾薬箱32箱を打載して、計2万4千発を運ぶ。合計で1丁あたりの弾薬定数は9660発。同じく第二次世界大戦で、ドイツ陸軍が運用した MG34 機関銃の弾薬定数が、機関銃分体に随伴する。 弾薬で2名が250発入り4箱で、軽戦発、1丁あたりの弾薬定数が3450発で、あったことなどと比べると1丁あたりの蛍光弾数は、他国に比較して、非常に多い。そのため、帝国陸軍の重機関銃は特に攻撃戦時の、軽戦能力が高いのを特徴とする。故障が少なかったと言われているが、これはあまりに故障の多い従来の機関銃と、 比較しての話であり、感動状態を維持するためには頻繁なメンテナンスが必要不可欠であり、このため、戦従分隊の9番目と10番目の兵は 20kg も、あるおつ道具箱2箱と、予備重心などの交換部品を常時持ち歩いて、随伴することが規定の編成であったほどである。他国では 40kg 以上ものメンテナンスキットが一丁ごとに随伴する重機という事例はない。 通常はこれほどの道具は後方にいる連帯府の下記整備小隊が持つものである。不評争点において、地上部隊の脅威となる敵航空機に対しては専用の降車砲や降車、機関砲を運用する降車砲兵、機関砲兵に限らず、野戦では不評も小銃、軽機関銃、銃機関銃を持って全力で対空射撃に当たるものとされていた。 そのため本銃は付属の92式銃機関銃校舎用具を用い、三脚上に校舎宅下を組銃を装着、また対空用の小循環を付し対空射撃を行う。野門藩事件で使用されている92式銃機関銃。1939年7月日中戦争で使用されている92式銃機関銃。1941年9月。 第四次団日中戦争で使用されている92式重機関銃太平洋戦争で連合軍に露隔された92式重機関銃、96式メガネ小順具を装着92式重機関銃はシナ事変で初めて実戦投入された。以降、ノモンハン事件や太平洋戦争など第二次世界大戦を通して前戦線において終戦まで使用され、 帝国陸軍のみならず海軍陸戦隊にも供与され日本軍主力銃機関銃として活躍した。また一定数が満州国軍やインド国民軍など同盟軍にも供与されている。戦後は他の日本軍兵器と同じく少なくない数が現地軍や運動組織に接収され国民革命軍や公軍が国境内戦で インドネシア人民治安軍がインドネシア独立戦争、ベートミンが第一次インドシナ戦争など使用している。また、1960年代中頃まで中国人民解放軍が接種品を使用し続けていたとされる。日本でも警察予備隊が発足した際に92式重機関銃を採用すべきだという意見も出たが、結局機関銃は 米軍供与のブローニング M1919 銃機関銃が装備された。なお、当時の記録写真や現存する実銃に対して戦後、付けられた説明には、3連式と92式とが混同されている場合があるので注意が必要である。92式銃機関銃に使用される92式、実砲は、303ブリキッシュ弾と同じ光景だが、薬莢のサイズとリム形状が異なる。 このサイズは、後に採用された99式実法と同じサイズだが、92式の薬莢底部は、セミリムドと呼ばれる半期円形状であるのに対して、99式はリムレスと呼ばれる無期円形状となっているという違いがあった。両者はほとんど見分けがつかない、程よく似ているため、混在すると間違って使用してしまう可能性もあった。仮に、 セミリムドの92式実砲を99式小銃に間違えて使用しようとすると薬莢テーブが出っ張っているため完全には薬室に収まらずボルトを閉じることができないので発射できない。反面、92式銃機関銃はリムレスの99式実砲も使用できるよう設計されていたため専用の92式実砲が付きた場合には99式小銃を使用する。 一般風評が持っている99式実砲で代用することもできた。1940年には92式実砲の薬莢形状がリムレスに変更され、創薬量を除いて互換性を持つようになり、小銃や軽機関銃にも使用できるようになった。普通弾や鉄鋼弾のほか、栄光弾や焼夷弾も使用可能。弾丸全長3 5ト、mm、ル 実砲全長 80mm。後傾 7.9mm。弾丸重量 13.2g。実砲重量 27.5g。装薬量 2.85g 戦闘弾頭、強作弾尾。飛行、王道、第2号。初速秒速 750m。最大射程 4100m。最大射程にて 25mm の松いた貫通、可能。 1934年1月正式化。弾丸重量 10.5g。実砲重量 24.6g。装薬量 3.0g。初速秒速 820m。弾薬は30連発保弾板にまとめられた状態で弾薬箱に入れて運ばれた。主力重機であったため稼働品を含む、比較的多くの92式重機関銃が世界に現存しており、 日本国内では、各自衛隊駐屯地内の資料館、各五国神社、靖国神社併設の優秀館などある程度の数の施設が収蔵している。長所短所タイプ 03& タイプ92、マシンガン、ワールド、ガンズ、RU1945 年10月28日、海南海軍警備府、兵器官能目録アジア歴史資料センター、 レフ、C08010687300、ジャパニーズタイプ927.7、MM ヘビーマシンガンダッシュ SMALLARMSRE v i EW.com。ありがとうございます。